かなと思って結局2人のカウンターって結構レアらしくて全然来なくて後からちょっと732番テーブルのホール先に呼ばれて結構無駄に時間があったそういう悲しい話、うん、みんなにそういうしたかったあのどちらでもいいっていうさ選択肢あるやんそれかと思ったんだよねそれじゃなかったんでそういう事件があるからみんな気をつけてもらってあのこれでクレーム出しちゃダメだからね誰よりも先に言ってやあの考えたやつが悪いから本当にでポスター一応のポスター今から開けるからこれで博士が来なかったらマジ悲しい囲碁サッカー来いなのか博士いや囲碁サッカー一番外れでしょ絶対ああいやずる博士ですね喋ったことないです交換しよう本当に交換かこんなことあるってるかどっちかやったよかったイエーイはい、あたり結構審査いいよ今さっきか遠すぎて見えないこんなことあるハズレとか言って知らない知らないからハズレって小川先生なんか知ってる大学在在在末のあの息子とあの国語の高杉先生が来て女性の先生で声をしてそいつの弟が声をしてああどうもこいつは謎に何だろう囲碁サッカーのルールを知ってる囲碁サッカー知ってるのはこの先生と囲碁サッカーをこの大学財閥の息子がなんかあったら面白いなみたいな気分で作ったら本当に世界規模であってアニメやってないよやってるよマジでしょ死人が出ますよ飽きたかも何何を言うとるかいやもういやっぱネタバレしてるやつどうしたのこれこれルフィが食べたネタないのなんでゴムゴムのネタないのこれ見てアドさんアド田舎もいないその言い方アドちょっと勝負怒られるのあれいっぱい俺も使うんだからやるよどうせいっぱい使えるじゃん確かに鼻かみますからねいや、見ますなっていう怒られ方しそうだねじゃあどうするやりましたよ流れないところなんだなと思う結構流れてる一番流れてるだって流した始めなんだよさっきから全然来なかったここで俺らがいっぱい撮れば後ろに立っちゃうの分かれへん怒られるぞ何いや俺もね、アドさんの曲はね、あまり聴いてないんですよ、実はあの、ワンピースの、なんだっけ、レッドだっけが、俺あまり見てなくてハマってないんですよ充電ないんで、切ります、はい、いつもはね、結構長い間